スカイワード朝日は愛知県尾張旭市にある公共施設。1992年、市制施行20周年を記念して城山公園の一角に開館した。展望室や天体観測施設、民族資料の展示室などがある。公園は市のほぼ中央に位置する桜の名所で、毎年4月には桜祭りが催される。かつてはスカイワード内に市役所の出張所が置かれ、住民票などの交付や、市税の納付受付も行っていたが、2009年3月で廃止された。2019年6月2日には、第70回全国植樹祭に際して、金城天皇、皇后が会食のため当たり施設を利用した。60人を収容できる展望室は、地上約55メートルにあって360度が見渡せる。近い場所では、さなげ山や東谷山、天候などの条件が揃えば、御嶽山や御在所岳、恵那山なども見える。また、21時半まで開館しており、夜景を見ることもできる。アストロ光学製の電動天体ドームに、朝日成功製ドイツ式赤道儀反射望遠鏡、Hα 干渉フィルターを搭載した太陽望遠鏡などを備えた、天体観測室が置かれており、定期的に観望会を行っている。なお、ドームの北西側に展望台が位置しているため、北西の空は見えない。太陽観望会や観光会レストラン、スコヨワードとレセプションルームがある。会議や講演会などに使用できる貸しホールとして、ひまわりホール AB とクスノキホール AB がある。絵画などの展覧会に使える貸しギャラリー朝日が置かれている。市内の遺跡からの出土品やかつての祭りで使われた装束などを展示する民族歴史フロアがある。玄関と受付、図書コーナーなどがある市民情報フロアで休憩スペースを兼ねている。120名を収容できるふれあいホールが置かれている。本館の南側に別棟があって、2つの展示室と1つの会議室があるほか、エントランスが屋外イベント用のステージも兼ねている。ありがとうございます。